テニスラケットって本当に変えた方がいいの？はい、自己肯定感を上げるテニスコーチ加藤です。まあテニスコーチのアドバイスというか、まあ私の20年のね、経験を経て、得た答えというか、今現在のですね答えをお話しできればと思います。はい、こちらのチャンネルですね、中級前後でテニスにアグレッシブに上達したいって方が対象に、はい、メインに運営しておりますので、よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録ですね。はい、コメント欄にもし何かポジティブなご質問ありましたら書いていただけると、はい、大体採用されますんで、はい、お願いいたします。まあラケットね、変えなくてもいいんじゃん、別にプロを目指すわけじゃないからとかね、別にもったいないしとかね。まあ確かに世の中はSDGs のね、あんな下り受けてるけど、まあ、だからといって、じゃあ賞味期限切れた食べ物を、ね、じゃあもったいないから食べようよっていう、僕的には、はい、感覚で、僕は賞味期限、全然過ぎたものを普通に食べちゃってるんですけど、まあ、その話はさておきですね。まあ、だからそもそも、まあ、ラケットは結論から言うと、ある程度自分の感覚が悪くなってきたときは変えた方がいいと。あとは明らか見てボロボロなラケットですね、は変えた方がいいと。まあ、そこら辺から、まあ、他は、まあ、ご自身のご判断でもいいかなと思います。ただ、ちゃんと一生懸命真面目にテニスやってると、だいたい2年3年スパンでね、ラケット変えたくなりますし、感覚わかります。だから、まず、その、ラケットをね、まあ、問題というか、だから契約メーカーのラケットだけを勧めてくる、コーチ、そういうコーチがまずいるっていうことが、一つ。それでもって、まあ、なんだろうな、あとは自分のスクールが契約しているラケットだけを売りつけてくるスクールが、今ね、ヒューズ飛んじゃいました。ヒューズ飛んだっていうのかな。あら、よし、まあね、が多い。だから、まあ、要は、なんだろう、運営側の都合で、自分のラケットを無理やり売られるから、お客さんも、いや、そんなこと言われたってっていう気持ちになる。あとは、最近すごい思うんですけど、なんとかキャンペーンってあるんですよ。ガット張りキャンペーン、ラケットキャンペーン。で、これ専門店さんでやる分にはいいと思うんですよ。専門店さんでもう常に新しいラケットがどんどん入ってくる。まあ、それが入ってこない専門店さんちょっと微妙ですけどね。なんとも言えないですけども。だから、そういう意味ではいいんですけど、結構ね、キャンペーンのタイミングに合わせて、まあ、このご時世だからしょうがないのかもしれないですよ。輸入のね、ラケットほとんど輸入だから入ってこないけど。でもね、やっぱお客さんが欲しいと思ったら最短ルートで手に入れるような、努力を怠っている。だから買ったらすぐ手元に入れたいじゃないですかね、ところが多いかなっていうのがまあありますよね。だからひどいところだったらラケットキャンペーンってやってキャンペーンやってるのにもう半年後には新しいラケットに変わりますよみたいな。でそれでまあラケット自体がなんだろうな、コスメチェンジじゃねえ、元々の性能が大きく変わるのであればね、別に古いタイプのラケットでもいいじゃないですか。でも、本当に色、カラーバリエーションを変えたとか、ほとんど何もコスメチェンジでね、もうデザインだけ変えたみたいになったら、じゃあ新しいのを打ってみたいよねってなるじゃないですか。だからそういった、なんだろう、配慮に欠けてる部分もあるから、じゃあね、だって、自分の買ったラケットがね、気がついたら、ね、3ヶ月後くらいに新しくなってたら、あ、なんだ、じゃあ、買わなきゃよかったよ、別に、とか思っちゃったりするわけじゃないですか。自分が買いたいと思ったラケットが、すぐ手に入らなかったら、なんかそれはそれで、じゃあネットの方がいいじゃんってなっちゃうじゃないですか。ね、また、ね、使いたくないメーカーのラケットを、自分のコーチが、無理やり勧められたりしたらね、ああね、僕過去にね、直接お客さんから聞いたので、それはあれですよ、P と Y はね、なんかね、無理やり進められたって、P と Y ってね、多分ね、いや、いいラケットなんですよ。ただ、ラケット愛が強い人多いんですよ。だからね、無理やり押し付けて、あんだけグイグイ壊れて変わらされたっていう話を
2、3件聞いたことがあります。だからまあ別にね、まあ、大人だから買っちゃったら買っちゃしたのも悪いと思うんですけど、まあまあそうやってね、ちょっとこう無理やりこうなんか勢いで買わされたみたいな感じがあったあるし、だからまあそれは別にそのメーカーさんじゃなくて人の問題なんですけどね、無理やりそうなって売りつけられた感があったらやっぱり嫌ですよねそういった感じだから何がいいかっていうのを教えられないっていうのがやっぱ問題かなって。ガットとかもそうじゃないですか。なんかいろんなガットがあるうちでこれっていうんだけどね、ステニスクールさんでね少ないガットしかなくてこの中で選べって言われてもね、そりゃそしたら専門店さんに行きますよねっていうね、大手量販でもまあいいかなってなっちゃったりしますよね。大手量販ってまあまあメーカーさんとのまあ癒着じゃないけど、まあまあコインしてるとこそうでないとこあると思うんですけど、基本的に絶対量が多いからテニスクールよりも全然多かったりするんですね。まあそういう意味ではまあ達成されてるのかなとも思いますけど、まあとにかくそのお客さんに向いてないっていう点でやっぱラケットを変えたくないと思う人の方が多いと思います。である程度そのあとね言われました。だから僕それだけは気をつけようと思ってラケット売りつけるだけ売りつけて、売りつけた後は何のフォローもなかったっていう、ラケットキャンペーンの時だけね寄ってくるかもしれない。そんな人って僕あんま周り見たことがそんなにいないから何とも言えないですけど、まあそうですよね。だからこのラケットどうですか、だから僕はまあできるだけですけど、まあいろんなね多くな方にまあいろんな方に恵まれてるのでね、スタッフとかね、まあいろんなラケットを例えば一回使えばいいじゃないですか。分からない人が大体だと思うんで、そういう意味でこうなんだろう、どうですかちょっと打ってみます、違いが分からなくてもいろんなラケット打つことで自分の好みって大体寄ってくると思うんですよね。だそういう興味を引いてもらう上ではいろんなラケットを打ってもらうっていうのは大賛成です。やっぱりそういう風にしていくとだん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 だテニスだってそうじゃないですか。初めだってねそんなに一生懸命打ち込むかなと思ってたけど気がついたらハマっちゃってたからね、まあ、僕もその類ではあるんですけど、まあ、先ほどもお客様と話してたんですけど、スクールのシステムめんどくせえなうぜえなと思ってもテニスが嫌いになったことは一回もないので、そういう意味ではねすごくいいスポーツだと思うし、まあね要は上が変わるとなんか指導方針変わってそれが向いてるのがお客さんじゃなくて会社だとか大きいスクールになったきたら自分が出世するためになんか会員数増やすために無理やりとか利益上げるためになんかお客さんを犠牲にするとか新しいことやりたいためになんかね自分の顔を押し通すとかね、ひどい時なんて前それ3年前それやってこけてるよねっていうことも平気でやってきたりするから、そういうのは僕は好きじゃなかったんですけど、ごめんなさい話は飛んじゃいましたね。っていうので、まあ、ある程度ですね。で、やっぱ使ってくると大体わかるし、まあ、あとは、なんかラケットめっちゃこれいいよ、これしか無理だよっていう人もちょっと怪しいかもしれない。上手い人で何のラケット使ってもいいので、あと上手い人何のラケット使ってもやっぱしっかり打つことができるので、なら、まあ、比較的こっちかなっていうニュアンスで、まあ、変えていけるといいのかなっていう。だから、打っていくとだんだん違いが分かってくると思うんで、だから、ラケットもまあだからめっちゃ変えたいってなくても、まあ、変えてもいいかなって気分になったら変えた方がいいと思いますし、まあ、服とかもそうじゃないですか。ボロボロの服着て街中歩くなんてちょっとねプアルックじゃないけど、そんなにそういうデザイン性もないねボロボロ服を着てね歩くこと考えたらボロボロのラケット使ってもそうじゃないですか。だからグリップテープ見れば人が分かるって、これね昔フェデラーとか、ヒューイットとかパッドラフターかな、なんかその、まあ、いわゆるその有名なコーチの方がいらっしゃっていて、やっぱグリップだけは綺麗にしようと、おっしゃってまして、ね、やっぱそのグリップ見れば人が分かるというので、まあ、僕も気をつけないとダメなんですけどね、相方エイビはしっかりちゃんと巻き替えてるんですけどね、僕たまに、まあ、ただ周りが、ね、勝手に巻き替えてくれるんで、まあ、それは本当にありがとうございますって感じなんですけども、まあ、っていう感じ ですね。やっぱガットを見れば人が分かると、いうのは、まあ、正しいんじゃないかなと、思ったりもしてみます。はい、しています。まあね、だからラケットってある程度使っていけば分かるしでね、やっぱりねちょっとでも少しちゃんとテニスをやろうと思ってたら安いラケットはやめた方がいいです。はい、
のどっちかっていうとあのマークダウンしてても元が、まあ、3万超えてるやつとか、やっぱ1万5千円ぐらいのラケットで値引きされてるやつって全然いいクオリティじゃないので、そういうクオリティのラケットを使ってると正しい反発力と正しい打球感を感じ取ることがやっぱできなくなってしまいますから、まあ、だからねラケットを選ぶときも大事だし、まあ、ラケットは自分が変えたいタイミングで変える。で面白いのはやっぱね真面目に、まあ、ただねこれあれですよ、気分でテニスやってるんじゃなくて、まあ、真面目にねテニス通まあそうです、まあ、僕の中では定義的には最低週2回かな、週2回ぐらい通って以上通っていらっしゃるお客さんで、やっぱり真面目に練習をしていると、まあ、やっぱコーチがいるとやっぱり真面目にする人もいるじゃないですか。なので出てもらっていいです。真面目にこうするし、あと気持ちがこうね、まあ、お金を払って出てるからってこう切り替えるじゃないですか。やっぱそのタイミングでやっぱねラケット買って3ヶ月とか半年ぐらいしか経ってないんだけど、あれってこのラケット合うかもってなってね変えていく方いらっしゃいます。でその変えていかれる方って、皆さん結構上達されますね。だからそういうなんだろうな、自分の感覚を研ぎ澄ました上で、あとはその今お話したいろんなことをこう加味していった上でこうなんだろうなラケットを選んでこうっていうのが一番、いいと思いますね。頭でっかちになりすぎず、でやっぱ平均的にどういうね、そのある程度テニス上達してる人がどういうラケットを使ってるのかって見ていくと、まあ、大体100インチにおつくし300グラムもしくは285とか290、295、300、305あたりを落ち着くと思いますので、まあ、そこら辺をですね、少し見極めながら選んでいったらいいんじゃないかなっていう。結構ねラケットって皆さんいろいろ悩まれる、みたいで、割とテニシング TV のいろいろ調べていただけばいろんなラケットの話してると思いますけども、皆さん食いつきがいいのと結構しっかり見ていただいて、この間も7分ぐらいですかね、十何分の動画でも半分 50% でしょ、視聴者維持率保ってたの動画がありましたんで、まあ、そういう意味でやっぱラケットってね、やっぱりラケット選びも大事だし、ただその前には買う買わないっていうね、自分の中の決断があると思いますので、いいと思ったら絶対に買って損はないと思いますから、ここら辺ですね、しっかりとご自身の中でこうなんだろうな、ある程度テンションが、だから買う買わないってあって、この気持ちが中間ぐらいより買うよりに以上こっち側になった時に買いかなと思います。まあ、取ってつけたような感じなんですけどね、でも結構それは何だろうな、絶対とはいかないけども大体そういう傾向にあるし、思い立ったが吉図って言葉もあるじゃないですか、まあ、そういう意味ではね、結構僕はおすすめだと思いますので、よろしければご参考ください。はい、今日はこれで終わりたいと思います。いつもご視聴いただきありがとうございます。ちなみに私今使用しているのが、はい、ヘッドさんのスピード MP、 ただヨネックスさんの V コアもまあまあおすすめですね。ヘッドはね、全然今契約メーカーじゃないですけど、ヘッドさんはね結構良いです。最近めっちゃ頑張ってると思います。世界のトップ選手からね、トップの手前にいる選手まで幅広い層に使われてますもんね。ヨネックスさんも開発頑張ってますね。まあ、あとマニアックなところでテクニファイバーとかもね、結構良かったりすると思いますので、はい、よろしければですね、ご参考いただければと思います。では、さよなら。